はい、さ,あさっきもね、どれやろうかなという迷った気持ちを皆さん方にお伝えしましたが、はい、昨日もありましたんで、<え>いわゆる小中一貫教育と。は,あはいはい、うん、中一ギャップ、はい、中学ギャップね、はい、はい、の話がちらっときの昨日出ましたけれども、うん、そのお話にはね、またお便りもいろいろいただいております、はい、ゆきちん母さんからいただいております、しょあ中一の長女、昨日から元気がなくて、顔を見ると涙の跡が。 学校で何があったかは明白です。今朝も同じ様子だったので二人だけになり聞いてみたら部活がうまくできない。てんてんてん。私だけ。他はみんなうまくやってる。私だけできない。 始めたばかりのスポーツで最初から上手な子ばかりじゃない。みんないつかスランプは来るし、あなたの場合それは今なんだね。練習をしっかりすることで解決することなど、いろいろ言いましたが、今の娘には私の言葉など伝わらないだろうな。保育園、小学校、いろいろなことがあり、その都度手を差し伸べたり助けたりしてきましたが、自分自身の力で乗り越える時期なんですよね。本人も親も辛いけれども、 家ではゆっくりゆったり過ごせる空間を作ってあげたいと思います、はい、あちなみにテストの順位はね、うん、私と旦那の娘にしては上出来で小学校が6年、うん、中学校が3年高校が3年っていうまああるわけですけれども、うん、その配分っていうのが 子供たちがまあ学校の中の生活環境としての配分としてどうなのか。うん、それから、その勉強する過程としてのプログラムとしての過程としてどうなのかっていうところで今、その配分ではない。もっといろんな他にこうやり方ないだろうかっていうのが模索されてるわけですね。うんうん、そういうことですね。えー、豊橋のともちゃん、小中一貫、中一ギャップというな話題。えー、近くにもね、学年一首とクラスの学校で、保育園から中学を出るまでずらっと ずっと同じ仲間で過ごすす地域はあります聞いてて一番楽しそうなのが保育園から中学校まで一緒にやる運動会、うん、これ地域 2>, 2個しかないもんやからそうかそうか <laughs>、うん、一緒にやるらしい中でも盛り上がるであろうというこの縦割りリレー何た、うん、ってこの年少さんぐらいの幼児から中3のお兄さんお姉さんが一つのバトンを渡していくんですから 年少さんなんかこの間まで赤ちゃんやったこれ。何するとバトンが渡っていくわけですか。はい、面白いね。中3の <laughs> お兄ちゃんたちまで、バトンが渡っていくと。バとうん、ねバトンを渡していくんですが、町内対抗なのかどうなのかわかりませんが、今はあまりない楽しくて愉快な光景でしょうね。でもこの春、高校生になった、おいっ子が言ってました。あまりに人数が多すぎて、入学式で人混みに疲れてしまったと。うん、まあ、それは学年30人、40人、一クラスで過ごしてきた毎日から、 もう入学生だけで320人ぐらいの高校に行けば、高一ギャップもあるかもわからんな。んあまりにも環境がこれ、変わっちゃう。変わっちゃうと。ね<え>うん。サクサクさんからいただいておりますニュースの壺のコーナーで中一ギャップの話していましたけれども、今、小学校1年生が座っていられない、先生のお話を静かに聞けない、小一プロブレムというのも、 問題になってるそうです。それで、えー、幼稚園と保育園の年長を義務教育にしようという話が持ち上がってるらしいです。日さっきのニュースでもありましたよね。はい。うん、義務教育になると無償になるので、そこはいいんですけども、うん、あんまり厳しくしつけられるのもかわいそうな気がしますね。うちのおふくろがね、うん、あの、昔はほぼと言ってましたが、保育士さん。保育士がやってたんですけども、はい、まあ、自慢でよう言ってました。うん 保育園の間はみんなちゃんと先生の言うこと聞いてお座りしたりなんかきちんとしてるけれども、うん、小学校行くとみんながね、だら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 してしまって、<laughs> ああいうところは小学校どうなっとんねんって、うん、まあ、保育士の立場ですから、うん、まあそんな勝手なことも言ってましたけれどもね、はい、うん、そういう、まあ今でもまたね、ちょっと考えてみると、はい あの席を立って歩いたりなんなりっていうのは、うん、そのこのお家のしつけうんぬんもありますけれども、はい、いわゆるその障害を持ってるお子さんなんかにはよく見られるのであって、うん、でそうであるならばそうであるような対処の仕方、はい、ダメだぞとかいうだけの話ではないというような話はまたちょっと話を広げすぎですけれどもあ,、ねはい、あるようなそんなことも今いろいろちょっと思い出されましたけれどもね。はいうん、それかからららこちら形状記憶型体系さんから いただいております経常記憶体系さんこの方ですが小中一貫教育中一ギャップと いう話ね。ありました。ありました。はい、私は坪井さんと同じように一つの小学校から一つの中学というそういう地域でした。そしてたくさんの中学から集まる高校に行って知らない子ばっかりの中で友達もあまりできなかったです。まさに中一キャップです。私の性格の影響も大きいんだけども、小さいうちから人見知りして、えー、しないようになる練習をすべきだったなぁと思っております。と。 うん、あの人見知り云々っていうのも、環境が変わると、そこで訓練される。うん ことであるので、欲もあり、そしてこの方に、そういうことになれない子にとっては、非常にまたね、はい、あの、負担になってくるということでもあるし。ねその子にとってね、うん、それでもやっぱりそこに、こう、挑戦していく方がいいのか、うん、やっぱ無理せずね、伸び伸びと育った方がいいのかっていうところもね、うん、難しいですね。小高さんなんか、中高一貫とか言ってましたよね。<の><そ>で、あの、今、小中一貫っていうのもありましたけど、うん、小学校6年生で、まあ、一般的にね、はい、中学校3年生で高校3年生でしょ、ね、あの あのうちあの、自分のところで言うと、上の娘は公立で、下の娘は、うん、あの息子は私立なんですけど、うん、やっぱりね,あのね、中学校3年生と高校3年生って、すごい3年間って慌ただしいんですよ、うん、だからあの私立や中高一貫ってところもありますけど、うん、あの小中一貫もいいけど、その中学校3年であっという間にまた高校になって、子どもたちはまた新しい環境になれるために頑張らなきゃいけなくて、うん、で高校で3年間やったら、今度は大学だの、就職だのって、また3年間でやってくるわけでしょ。うん 本当にね、ばたバタっとしちゃうので、こ中高で一貫、私立の場合は、いわゆる中高一貫のね、はい、そういうところが多々ありますがねすただ、公立になってくると、義務教育と義務教育ではないというところの壁はもういっぺんちょっと考えなあかんでもそこもちょっと考えてもいいんじゃないのかなって、この間うちからちょっとさったんですけど、うん、さのですよね。年少年長 一環でやったらどうだいうのも、はい、今までの枠組みというのを変えずにいくのかやっぱりちょっとね、うん、それも義務教育の壁も取っ払いながら、はい、ちょっと考えていかないかんのかというところでしょう、ねうんね、まあそのしかもねその子ども子供の個性にじゃあどっちが合ってるかっていうのはまたそれぞれもあるんで、うん、そんな中で決めていかなきゃいけないのは難しいんですけどねうん、うん、でもやっぱ子どもたちにとって何が一番環境としていいのかっていうのはねもうちょっとこう考えた方がいいかも、うん というようないろいろ皆さん方のご意見ご紹介しました。